人類の歴史から戦争の日が消え去る日は果たしていつ来るのだろうか。平和を願う人間の意志に反して人殺しの武器はますます強く、ますます美しく進歩していく。3月某日、アメリカ第7艦隊所属の空母コーラルスは警戒水域を航行中、レーダーに国籍不明の機影を捉えた。直ちに攻撃機発進。撃機撃墜。これは空母コーラルシーがたまたま行った迎撃訓練の一コマに過ぎない。アメリカ第7艦隊は日本をめぐる西太平洋水域で日夜このような訓練を続けている。戦争は起こってはならない、だが起きた時には勝たねばならないと彼らは言う。火事は起きてはならないが消火設備は必要なのだとも言う。一体アメリカ第7艦隊とは何か。我々はコーラルスイがいずこかへ作戦行動のため出航するというニュースをつかみ、急遽この艦に乗り込む。コーラルスイは一体どこへ向かうのだろう。艦長もこの艦の行く先については言葉を濁した。艦齢30年というから、コーラルスイは第7艦隊の歴史とともに歩んできた艦だ。飛行甲板の上では飛行機の発艦に備えてカタパルトのテストが慎重に繰り返される。
釘一本落ちていても大事故になる。目を皿にしてゴミ拾いが行われる。いよいよ主役の登場だ。搭載機が次々と上がってくる。一方、パイロット作戦室では飛行隊長が飛行任務、飛翔状況などの細かい指示を与えていた。そして出動。70メートルのカタパルトを飛び出す瞬間、スピードは0から時速260キロまで加速される。パイロットの体にかかる重力は体力の限界を超える。合図を出すシグナルサイナーは優雅なダンサーだ。甲板上は風速が30メートルにも及ぶ。次々と飛び立つ搭載機は一体どこの空を目指しているのか。コーラル水の行く先は依然として謎だ。その日、我々は並行して走っているミサイルフリゲートリーブスを訪れることにした。次はエンジントラブルを起こし、作戦行動は中止された。そこで我々は一足先にスビックベイに帰ることにした。そこではさらに重要なものが我々を待ち受け